はい、クズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちら。はい、ババンとね、はい、来ました。ニフォルメーション、新しくね、チェンソーマンが仲間入りしましたね。はい、第1弾ですね。今回はね、こちらを3ボックス購入しました。はい、でね、これね、ちょっとね、知らなかったんですけれども、ここにね、今回全28種って書いてあるんですけど、いつもだったらね、あの28種プラスシークレット2種とか書いてあるんですけれども、今回シークレットはないってことですよね。で、28種、これ3ボックス買わなくてよかったんじゃないかなっていや、2ボックスで多分コンプできちゃうんじゃないかなって思ってるんですよね多分、うん、今回はいける感じがする。はい、ということでね、ではワンボックスずつね、開封しましょう。はい、開封しました。一応ね、パッケージのイラスト、こちらは2種ですね。はい、この2種類。はい、でね、一番高レアリティのやつが多分デビルレアですね。はい、これが今回の多分最上位レア。うん、シークレットないね、やっぱね。はい、では早速ね、この上部全部カットしてみたいと思います。はい、ということでね、上部全部カットしましたんで、早速ね、1枚ずつ開封していきましょう。では最初の1枚いきます。せーの。あ、荒井広勝。うん、ノーマルだろうな。あ、レアか。レア、星2。12番。はい、なるほど。はい、いきます。せーの。あ、電池。電池とポチタ。こちらはノーマルですね。はい、8番。はい、いきます。せーの。トマトの悪魔。はい、トマトの悪魔。はい、ノーマルですね。1番、これが1番か。トマトの悪魔、いきます。せーの。あ、嫌ってんの来ましたね。早川亜希、プリズム。はい、スーパーレアですね。21番、早川亜希、いきます。せーの。あ、昼の悪魔。はい、昼の悪魔、ノーマル4番ですね。はい、はい、いきます。せーの。あ、小紅、小紅。はい、レア13番。はい、いきます。せーの。わあ、ダブった。早いね、ダブンの早いな今回も。はい、いきます。せーの。お、きた、チェンソーマン。これはきたね、デビルレアでしょう。はい、来ました、デビルレア25番、チェンソーマン。うお、赤の白押しがね、血みたいな感じでね、再現されてますね。うん、これはいい、かっこいい、チェンソーマン、いきます。せーの。あ、沢渡茜、レア18番。はい、いきます。せーの。あー、出た、パワー、パワー。うん、まあ印象的なシーンですね。はい、
ノーマル9番パワー。はい、いきます。せーの。あ、永遠の悪魔。ノーマル6番はい、いきます。せーの。あ、ダブった。はい、せーの。あ、ダブった。はい、せーの。あ、持ってない。姫の。レアですね。11番、姫野。いきます。せーの。あ、ゾンビの悪魔。はい、ノーマル中、あ、ノーマル2番。はい、いきます。せーの。あー、きた。デビルレアのマキマ。きましたね。はい、デビルレア26番、マキマ。すげえ神々しい感じに。いきます。せーの。あ、これ持ってないね。キツネの悪魔。ノーマル5番。はい、いきます。せーの。あ、早川明と未来の悪魔。ノーマル10番。はい、いきます。せーの。あ、持ってない。岸辺。はい、レア14番。はい、ワンボックスラストですね。いきます。せーの。お、持ってない。持ってない。チェンソーマン、スーパーレアですね。23番。いいね。はい、はい、ということでね、ワンボックス開けてみましたけれどもね、ダブリが3つですかね。はい、ダブリが3つでしたので、17種類出ましたね。はい、残り11種、次のボックスでコンプできるかって感じですね。では早速いきましょう。ここからはね、テンポよくいきましょう。ダブリが多分相当出るんでね。で、開け方もね、普通にこう開けます。はい、ではいきます。持ってない。幽霊の悪魔。はい、ノーマル7番。幽霊の悪魔。持ってる。あ、持ってない。天道美智子。レア16番。はい、お、持ってない。パワーのスーパーレアですね。はい、スーパーレア22番、パワー。はい、持ってないね。はい、黒瀬雄太郎。はい、レア15番。持ってる。持ってる。あ、持ってない。マ
秋山さんのスーパーレア、はい、20番マキマ、はい、持ってる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 、わあ、かぶった。白デビルレアがかぶりましたね。はい、持ってる、持ってる、持ってる、お、持ってない。展示、はい、デンジのスーパーレア、はい、19番デンジ、持ってないね。はい、もみあげマン、もみあげマン、はい、レア17番。2ボックス目もラスト1個ですね。あれコンプできねえな。だってデビルレアが4種なんだよね。まだ2種しか出てない。やべえ。お、はくってるね。頼む、持ってないのに来てくれ。せーの、はい、どうも。結局ね、2ボックスじゃねコンプできなかったね。結局3ボックス目も開封しなきゃいけないっていうね。いやー、ダブル地獄や。はい、ではね、3ボックス目開封していきます。こっからはね、ほんとスピーディーにいきたいと思います。お、持ってない。あ、スーパーレアも持ってないのあったね。サムライソード、サムライソード、スーパーレア24番。あ、これ持ってなかったか。サムライソード、あ、持ってないの来た。デビルレア、パワー、パワーのデビルレア、はい、28番。はい、あ、これも持ってなかったな。コウモリの悪魔、コウモリの悪魔持ってなかった。ノーマルでも持ってないのあったね。3番コウモリの悪魔、なあ、マキマ、やべえ。デビルレア多分ワンボックスに2つしか入ってねえんだよな。っていうことは早川秋だけ出てない。デビルレア残りで出るかな。よかった、出たぜ、早川秋のデビルレア27番。いや、よかった。多分これでねコンプリートしたと思うんですけれども、まあ、残りあと1個なんでね、開封しちゃいましょう。これで始まってこれで終わるっていうね。はい、ではね、本当にコンプしてるかどうかね、ちょっと順番通り並べてみたいと思います。はい、一応ね並べ終えました。
では番号順にね行きましょう。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28ということでね、はい、見事28周コンプリート。はい、ということでね、3箱買ってギリギリでしたね。59個目でコンプリートしましたね。はい、ということで、なかなかシークレット枠がなくても、これ結構場合によっては3箱でも揃わないですね。いや、ほんとこのシリーズはやばいね。はい、ということでね、今回は新しく仲間入りしましたチェンソーマン、こちらをね開封させていただきました。まあ、ニフォルメーションシリーズはね、もう全種類全作品買っていこうと思ってますんでね、はい、まあ、新しいものが出次第ねどんどん買っていきたいと思います。まあ、既存の作品でもね、診断が出れば随時購入したいと思います。ということでね、この機会にチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。